夏といえば。夏といえば、北海道に来てから何でもありです。北海道に来てから夏といったらキャンプ、はい、かな。おお、行きました、うん、内緒。いやその時点で言ってるじゃないですか。そう、うん、そうなの、はい、そうなの、うん、そういうことになっちゃうですね。この番組はスーパードクターに扮した織茂社長がレバンガ北海道を B リーグ屈指の人気強豪クラブにするために選手スタッフを診察、視聴者の皆さんと一緒にレバンガの健やかなる成長を願う番組です。題してドクター織茂のレバンガホスピタル。今回の来院者は新加入の綿貫俊選手。これまで5チームを渡り歩いた経験豊富なベテランポイントガード。正確で安定感抜群のプレーを武器にチームに勢いを与えます。北海道に来てからテレビのご出演というのは初めてです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この雰囲気なんですけれども、はい、いやちょっとそもそもなんでさ、まずさ、一回もね、綿貫選手の絡みがないんですよ。え、なんでまずあのまず僕のこと知ってるんですかっていう話から入るんだけど、誰この人ってなって、何この番組みたいになってもちょっと進めづらいっしょ。この方をご存知ですか。僕は、はい、もちろん知ってます。よかったです。もちろん、はい、一応お名前を織茂さんです、はい、知ってましたよ。ありがとうございます。ちょっとね、嬉しいのよ。忘れられていっちゃうのよ、やっぱ人って。もう俺ももうなんかそろそろ忘れられないように頑張ってはいるものの、そろそろやっぱり世代はね、もう忘れられてしまうなっていう気がしてるから、今ちょっと確認してみたの。わかりました。いや、ちょっと一応確認させていただきますけれども、はい、綿貫選手1987年生まれ。あ、その辺大丈夫。35歳ですね。80年生まれは大丈夫、はい、今日とか大阪の時もあの織茂さんが現役の時多分あの試合をさせてもらってるので、もちろんもう知ってます。よかった。いや、なので逆にすごい緊張したんです。僕あの初めて、ああ、はい、なのでこんな感じなんで、はい、逆に僕はイジュアルキャラなんですよ。こう見えても、あの皆さんもしかしたら知らないかもしれないですけどね。だからあのイジュアルないと、はい、あの自分の実力を発揮できないです。あのポテンシャルは高いんだけど、いじくられないとそれ以上のものが出せないっていうタイプ。なるほど、ね、まあね、現役時代もあのスクリーンをかけてもらってね、シュートをバシバシ、誰かにそう助けていただかないと、あのそうプレイヤーの時も今もね、あの独り立ちできないんですよ、いつになっても。ということだそうです、はい、でもどうですか、綿貫選手、あの、ね、当然現役時代のドクターと対戦したことがあるわけじゃないですか、はいはい、コートの中で戦ってた時の織茂ドクターの印象っていうのは。オーラがやっぱすごかったので、ちょっと怖さと、はい、怖い感じがあったのと、でももうシュート打たれたら終わりだなっていう、もう印象がすごかったです、はい。喜んでますね。いやいや、せっかくですから、この番組の趣旨をぜひ綿貫選手に説明してあげてください。はね、はい、まあ、僕がこの格好してるので、はい、ドクターということで、例えば、まあ、プレーとか、まあ、あの北海道のことでもいいんで、悩みをこう解決していくっていう番組ですね。はい、ということで、はい、あのバスケットのことでも、はい、プライベートなことでも、はい、ぜひドクターに相談したいこと、はい、悩みはありますか。もちろん、はい、まあ、ベテランという立場なんですけど、これ結構ガチのあれですか。あ、ガチンコでお願いします。あのベテランベテランって言われるんですけど、そのどういう心境というか立場もあるんですけど、やっていったらいいのかなっていうのが結構最近分からなくなってきたのはありまして、どういう風にやればいいのかなって。なるほど、基本的に僕の考え方も含めて、こう試合出てる出てないとかもう全然関係なくて、で経験値が高いとか低いとかも関係なくて、
いろいろこう発言をしていける、それを受け入れていろんなことができるっていうチームが僕はいいチームだと思っていて、特にまあベテランになってくると、うん、こう、ああ言っていいのかな、言っちゃいけないのかなっていうのも出てくると思うんだけど、絶対言った方がいいと思う、うん、自分はこうしたいとか、この方がチームのためにいいっていう、もうこう、もう思うことはもうどんどん言ってる方がいい。特に今若いじゃんチームが、はい、ベテランとしていろいろ、まあ自分もしっかりそうやる姿も見せなきゃいけないけども、言うべきことはしっかり言っていく、まあそれでいいんじゃないかなと思うよ。遠慮しない方がいいよ、間違いなく、はい、うん、それがレバンガの強みにもなっていくし、レバンガがいい方向に行く、うん、と俺は勝手に思っていると。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにドクターが、はい、熱くバスケットの話をしてるのちょっと久しぶりに。そうだね。だってほぼほぼさ、関野の回なんてバスケットの回はバスケットで全く出てこなかった。本当に。北海道で、まあ、バスケットはもちろんですけれども、やってみたいこと、楽しみにしてることって何かありますか？織茂さん的に一番いいとこってどこなんですか？その、なんか。場所俺がいいって言ったらもうすすきの以外で話になってくるわけよ。ねえ。そこ以外にって言ったら思いつかないし、まああそこにねこう集約されてるから、やっぱ美味しいご飯もあそこにあるとか、まあね、もう行っちゃえばいいんだよ。チャンネル登録はこちら。